今日は秋の日陰に品のある美しさを出してくれる宿根草の紹介だよ。ねえ、ガビチョロ聞いてくれる？今トイレってペーパータオル使うことが多いじゃない？うん。ペーパータオルっておかしいと思わない？え？なんで？清潔だし便利じゃん。何に怒ってんの？だって手洗ったら濡れるわよね。濡れた手を拭くためのタオルよね。濡れた手でペーパータオル取ろうとしたらちぎれて取れないじゃない。あー、確かによくあるね。ちぎれずにすぐ取れる方法ないのかしら。きっと無駄遣いをなくすようにわざとよ。わざと。あれは罠ね。でもハンカチ持ち歩けばいいじゃん。なによ。なんで罠って私の意見に味方しないのよ。じゃああんたにとって罠は何だっていうの？罠？あ、シュウメイギクかな。シュウメイギク？なんで植物なのよ。どんな植物か見せなさいよ。うん、こんな感じ。あら、品のある美しさね。聞くっていいわね。はい、罠に引っかかった。なに？これはシュウメイギクって言うけど菊じゃないんだ。菊科じゃなくてクリスマスローズとかクレマチスと同じ金ポウゲ科だよ。最近人気者が多い科だね。へえ、紛らわしいわね。でも問題は中身ね。どんな子なの？うん、明るい日陰ぐらいを好むんだけど、秋に白やピンクの花を咲かせるよ。ちゃんと毎年楽しめるんだ。結構丈夫。秋に花を咲かせる子って春はどんな感じなの？うん、こんな感じ。葉の形もよく見ると面白いでしょ。春は静かに緑のエリアを作ってくれるね。それで秋になると少し主張してくるね。大きさはこれ50センチぐらい？そうだね。花咲いても1メーターはいかないぐらいだね。80センチとかが多いんじゃない？植える間隔は5、60センチに1株でいいかな。どんな使い方がかっこいいの？そうだね、複雑な派手な感じの花とかも品種改良して出てきてるけど、日陰の野種でそそと咲く感じが素敵だと思うな。ホスタとかクリスマスローズの後ろから秋になると花が咲くみたいな使い方がいいんじゃない？僕は一重の白い花が好きなんだ。シェードで見る白い花って凛として綺麗だよね。なるほどね。丈夫ってところがさらにいいわね。カブチョロ、まとめてよ。うん、シュウメイギクは明るい日陰でよく育つ秋に花を咲かせる宿根草だよ。菊じゃなくてクリスマスローズなどと同じ金ポウゲ科だよ。花は白とピンクがあって八重とかもあるよ。花が咲くときは60から80センチぐらいになるから、ホスタとかヤブランとか低めの宿根草の後ろから咲かせるのにちょうどいいね。こうやって考えると世の中は穴だらけね。そうだね、ややこしいこと多いよね。姉ちゃんだって見た目アマビエっぽいけど感染病の守り神っていうわけじゃないんでしょう？そうなのよ、私最近それ言われるのよ。でも私見てくれてるみんなのために頑張るわ。え、何を？どうやって？